続いてはこちらです。リッチェルのお風呂、お風呂だけじゃなくてリビングにも使えます。一番いいベスト3を紹介したいと思います。第3位、ベビーモニターです。本当にあってよかったです。毎日使ってますね。第2位、メルシーポット鼻水吸引器。ちなみにこれは医療費控除の対象なんですよ。こんなちっちゃい鼻に水たまりのようにこんな入ってたのってぐらい入ってるんですよ。おすすめです。第1位の紹介なんですけど、こちらになります。じゃん、ベビーブレッザのミルクメーカーです。リアルに5秒で作れます。スタートを押します。そしたら1、2、3、4、5、もうリアルに5秒ぐらいで作れます。